お待たせいたしました、市立柏高校、第1回から30年間連続で、出場させていただいております。本当に浜松市は私どもにとっては第2のふるさとということで、毎年この3月ここで演奏してき、まして、私ももう、今年5月で64ですけども、まああと10年74ぐらいまでは頑張りたいなと思って、卒業生に言ったら、いや先生100までやってくださいと柏の市長も同じようなこと言ってまして、先生100まででも頑張ってくださいということですので、はい、それでは、最初の曲ですが、サムスカンコアそして、ルパン三世の曲お聴きください。明日の大会でも演奏します。で明日はですね、こういう、もうめちゃくちゃ練習したダンスが登場しますので、今日はスペースの関係でダンス入れませんでした、もし当日券でも、お買い求めいただいて、はい、応援に行ってやるぞという方はぜひ明日、うちの出番4時ぐらいですので、はい、一番最後から2番目ということですので、ぜひこの踊りが入ったやつをご覧いただければと思います。で、次の曲も明日の一番最後に演奏する曲で、リードさんという人が作曲した組曲の中の、ギャロップという歌
部分を演奏します。次の曲ですけども、やっぱりこれはね、静岡の方が作ったアニメですよね。あのこれちびまる子って違いましたっけ、清水の方の。はい、それではこのちびまる子の、はい、僕好きなんです。日曜日、柏はですね、日曜日これやってまして、おうち、日曜日の何時、5時半6時、日曜日の6時からやってるんですけど、その時間にお家にいてこれを見るというのが至福の時なんですけど、なかなかその時間にお家に帰れないという、はい、まあ早く先生がそれ見られるようによろしくお願いしますね。はい、それではちびまる子のテーマをお聴きください。Yeah.
はい、どうもありがとうございました。さあ次の曲、どうしましょう。時間通りやっちゃって構わないんですね。かなり押してるようですけど、はい、どうしてこんなに遅れてしまったのか。歌いに来たのね。じゃあこれ使ってもらおうと。もうやっぱりこの曲はやっていかないと、前の方にお座りの方にぴったりの曲です。もう番組終わっちゃいましたけども、安らぎの里という番組、石坂浩二さん主演してましたよね。老人ホームのお話です。中島みゆきさんが歌った、テーマ曲、私も大好きで、いやね、そういうああいう老後を送れたらいいなって、もうその老後になってしまいましたけども、ではお聴きください。去年の先輩にちょっとでも追いつけるように頑張ろうね、はい、さあ、ちょっと鏑木さん急いで出てきて紹介してあげる。はい、はい、出ておいで。別にホルンのソロをやるために出てきたわけではなくて、なぜ彼女を呼んだか。はい、いらっしゃいませ。はい、出身中学校を言ってください。浜松市立開成中学校。開成中学校で、ね、全国大会にも出場したんですよね。金賞だった。金賞じゃなかった、銀賞だったよね。まあ金も銀も同じ、もう銀の方が金より良いって書くんだからね。ということで、今年はですね、明日も開成中学校で私たち練習を、彼女のおかげでやらせてもらえるということでね、名前言っちゃう？自分で言える？お名前、はい、どうぞ。鏑木さよです。鏑木さよさん、開成中学校から一律化社高校へ、来て、まあ、頑張ってます。はい、まだ1年生ですけども、はい、この3年間頑張ってね。はい、それでは鏑木さんでした。さあ、次で終わり、次は何、あ、宝島。はい、それでは宝島をお聞きください。
それでは次で最後でいいのね。はい、もうこの大会がね、あっという間に、30年経ってしまいましたけども、第1回の大会の時はあちらの市民会館でやりましてね、あそこからずっとそのヤマハさんのとこまで、最初の頃はパレードもやってたんですよ。で、まあ冬の、冬じゃない、春ですけども、寒い時もありました。そんな時もパレードやって、ですから最初の第1回、2回、3回、4回ぐらいまで、もうちょっとかな、この浜松の市民の方のお宅にホームステイをさせていただいて、今はそれぞれがホテル、いろんなところをこの近辺に泊まってますけども、本当に浜松の市民の方に支えられて30年間続けてこれたんだなっていうふうに思っております。それでは最後の曲、私どもがいつもコンサートで最後にやります、テキーラでお別れしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。高校出場できるように頑張りたいと思いますので、またお会いしたいですね。はい、どうもありがとうございました。